一条くん、ルルちゃん、レイナちゃん、おはよう。ルルちゃんと一条くんって仲がいいですよね。いつも一緒で。ちなみに私のフルネームはルルラルリ、ルララリララルルリリラリ、リララルルララルルララリラリっていうの。ルラララララララ。ちっちっち。なに？キング殿。私の名も純玄明純玄武五行のせりげるかじるすげのすげを待つ雲来待つ風来待つ空なるところに住むところ、やぶれ工事やぶれ工事、パイポパイポの修理岩修理岩のグリンダイグリンダイのポンポコビーのポンポコナーの超救命の長助というのだよ。はっガリガそれも考えとらんわ。あーアンモニアゲット。まさかとは思うが、そのよそ者琥珀が連れてきたんじゃあるまいな。まだわかりません。いやそうです、オサ琥珀ちゃんです。まあ、まったくルリ。教えてくれセンク、万能薬の作り方をよ。ルリの病気ぶっ倒してやるぜ。ルリ姉が治るのならばどんな協力でもするぞ。俺ら科学王国が作るのは抗生物質、人に取り付いた細菌をぶっ潰す科学の万能薬だ。20世紀初頭に発見されて以来、人類何億人もの命を救ってきた。血液検査もできねえ、病名も分かりゃしねえ。それでも飲ましてみる価値は、一歩ずつ一歩ずつ地べた這いずり回って作ってくんだよ。進むのはストーンルート。地道に一個ずつゲットして科学史200万年一気にワープするぞ。これは万能薬へ向かう科学のロードマップだ。科学のグルメがありゃ鉄作りのマンパワーを集められる。猫じゃらしラーメンお待ち。石の作ってくれた人、千空くんっていうの？どんな子がタイプ？製鉄炉に大量の酸素をくれる子。ド直球すぎる。千空、君は周りくどくくどいたりとか一切しないたちだな。凄まじい反響だ。どんどん集まってきているぞ。問題ねえ。食った分だけきっちり死ぬほど働いていただくだけだ。相変わらず悪い顔するな。ラーメン食ったやつは全員仕事があんだ。フーフー機能パワーアップ改造した製鉄所レベル2だぜ。これで交代制ならいけそうだぞ。マサちゃん帝国は科学とかないし、ご飯はシンプルだけどね、仕事は楽だよ。それでアイドルとか復活させれば夢のハーレム生活。ハーレムって何？ああごめん、子供はまだ知らなくていいんだ。スイカは絶対ラーメンのがいいと思うんだよ。雷が近い。やべえ、じっくりヤグラ組んでちゃ間に合わねえぞ。地面に突き立てられる長物でもあれば。誰だこの槍だけだ。金の槍すまないが許せ金狼。あれどこ行っちゃったのかな。槍なくなっちゃったね。自分だけ作ってもらってさ、僕に貸してもくれなかった金の槍。あれー銅板ぶったたいて伸ばしたら削りまくって円盤にする。ダイヤモンドの次に買って石だ。銅線のカバーはリン酸でって思ったが、漆がべっちょりでもいけるな。千空ちゃん、いつ突っ込もうか悩みまくっちゃってたんだけどね。なんでアンパンマンになってるの？漆かぶれ。おかえりなんだよ。最難関素材硫酸系。
酸に塩を混ぜて出たガスを水ポタポタでキャッチするのか。塩酸ゲット。こいつを煮込んで今作った塩酸にぶち込むだけで。クロロ硫酸ゲット。電気で塩水を分解する。水酸化ナトリウムゲット。水酸、ウルトラやべえ薬だ。アンモニアゲット。だからそれをルイネーに飲ます気か。だから飲まねえよ。どれ作るにも酒がいる。逆に言いや、あとは酒さえゲットすりゃついに万能薬サルファ剤の完成だ。パパ、パパ、ファントム退治のクラブに入らない。私、ごめんなさい、帰ります。危ない、まずい。このままじゃ思い切り王道なギャルゲー的出会いイベントになってしまう。ウリアー落ちるな。ごめん、水色のシマシマなんて見てないよ。着替えをしないと出ないんじゃないでしょうか。うん、そうかもね。ん？え？何ですか？何ですかじゃない！ UFO が出るまで入ってくるな！うわっ！あっ！下まで覗きます！マイ先輩、大丈夫ですか？バカッコ！まだ入るな！いや、宮沢賢治の童話みたいですね。楽しそう。あの電柱ってこの山で切られた材木で作られたらしいの。五行万象を発祥し、金なる力で木を沈む。灰の禁忌で拳を満たさん。いざや覇者転生の戦に臨もうぞ。次はどっち？おっと、マイ先輩、マイチ大丈夫？なんとかね。触れたら感電しちゃうわ、気をつけて。やったー！これでつくも神たちも気が晴れたはず。いつになったらつくも神の気が晴れるの？大丈夫だ、俺が君の分まで頑張る。はい、カルシスも失敗。いや、
脳神経がないと無理か。やった。マヨネー様頑張って。倒れました。これで舞先輩が成功すれば。あれ見て、マイッチの巨乳が引っかかっちゃう。これはレイナちゃんの方が有利だ。それはレイナちゃんに失礼だろう。どういう意味ですか。マイ先輩一体何を。あ、そうか、胸を弾ませて一番低くなる瞬間を狙って。1、2の3。よっしゃ、やった。さようなら。喋ってくれた。今投げたのは何。さようなら。お金、表と裏って書いてあるね。なんで投げたの。さよなら。あんなに回るんだね。さよなら。ミッション failed. We'll go next time.